こちらのクイブです。今日はですね、こちらですね、あのおかしな遊園シリーズ、おかしなメリーゴーラン、ということですね。こんなんね、普通に紹介するわけがないじゃないですか。で、優しく傘を回し、くるくる回転させて遊んでね、優しくなんて回さないですね。僕はね、もう小学校6年生の男子ですよ。こんなんね、普通に遊ぶわけないじゃないですか。そもそも買う時点でおかしいか。いや、やっていきましょう。はい。まあこれセット内はね、この紙と紙とグミだけですね。作っていきましょう。まず紙をすべて切り取ります。切り抜きますか。全部切り抜きました。そしたらですね、まず土台部分をね、組み立てるんですけれども、まず折り目をね、つけちゃいましょう。まずですね、こちらをですね、この穴の中に、これ入んねました。そしたら次にこのコーンみたいのをね、こうここもこうやってこう入れて三角形をね作るっていう感じ。そしたらここのね、これにこう入れるわけよ。いきましたね。このなんかこういう帽子ありそうですよね。はい、どうでもいいですけど、まあ、あとはこうやって、まあこういう感じですよね。普通だったらこう優しくねやるんですけど、俺はこう馬がね余ったりして食べてきます。ブルーの方がソーダ味らしいです。うん、美味しい。こっちはイチゴらしいです。うん、美味しい。はい、普通だったらねこうやって遊ぶんですよ。僕はねこちらを使って小遣いになっていいと思います。もうね、このおかしなとかもメリーゴーランド関係ありません。おう、ちょ、やばい、遠心力が動きすぎ、台ごと回っとるやん。なにこれ、これやべえ。今回はこちらのおかしなメリーゴーランドの紹介でした。皆さんはね、まあ、こういう遊び方もできるんだなっていう感じでこの動画を見てくれたらと思います。というわけで吹っ飛んできたんですよ、遠心力で。ぜひやってみてください。やべえなこれ。